お参りしてる。借金取りからうまいこと逃げられますように。5000ゴールド寄付したんですから天国行けますように。ピーン。うずきでない旅人が聖なる祭壇に軽々しく登るでない。罰が当たるぞ。あら、定期戦でやってきたんですね。川を渡った先にあるドニの町。己の犯した罪に悩み苦しむなら修道院に寄付するがよい。ああ、本当にできるわけじゃないんだ。さあ、奥に行ってみましょうかね。これが向こうとつながってるんだな。寄付金を要求されるようになったんだな。おお、おばあ様の命日が特別ミサを少々高くつきますが、法王様もここで修行されたんだぜ。フクール様いない。野菜のクズみたいなもん。ん？合ってるな。やっぱ繋がってただけか。じゃあこっちか。お、裏道。じゃあここなんかあんのか？まだ5個もあるじゃないか。連打しながら歩いたらアイテム発見できたりするのかね。基本は猿か宝箱だけ。で、今から追い返されるんだろうな、もういかにも。なんだお前たちは。何をする気だ。許しを得た者しか入れてはならんと決まっとるんじゃ。窓が開いた。我が聖騎士団の評判を落とすでない聖堂騎士団マルチェロ様。この犬っぽけベジータみたいだな。次は私に止められるかわからんよ。キザな野郎だ。わざわざ部下に窓開けさせるどことか。なんかあるね、こっちは。5個のうちの2つだといいんだけど。と1つ教会で聖水とかそのまんまだよ。できた。結構ポンポンできるな。見たまえ、鉄斧だ。見たまえ、この威力たまらんな。そして石の斧と川の帽子。
いいね、どんどん装備が強くなる。あれ違うかったっけ。石の帽子はこれじゃなかったっけ。石の帽子はとんがり帽子か。じゃあちょっと頭装備を。革の帽子で我慢してもらって、作戦錬金釜。とんがりと石の斧。こんなところに壺が。小さなメダルじゃねえか。メダル王にはいつ会えるのかな。そしてドニの町へ行けと。ドニの町ってどこにあるんだい。強そう。ちょっと回復させておこうか。20強い。あ、ぼーっとしてる。助かった。やろー。何もしないのが助かるけど。ヤンガスの攻撃力いいね。160経験値も高い。満タンしといて。ドニの町どこにあるんだ。結構奥か。夜までにはつけるかな。これか。これだな。お馬さん到着。この辺も賑やかだったんだけどね。ボウボウボウ。あー夜なっちゃった。まあ酒場が目的だから夜でいいか。10年ほど前ね、漁師様は金に汚いは無類の女好きだわ、最低の男でね、みんな喜んだよ。クール坊ちゃんは本当に男だね。2個少ないな。
ら情けなくなっちゃったぜ、もう一丁行くかよっと。ひどい男でのメイドに産ませたって話なげ。やってんの？いらっしゃいませ。ククール大丈夫かしら？今日の角の間なのか柄が悪いわ。戦いそうだな。ちょっと回復しとこう。クックロさんじゃないですか、クックロさん。最低の男だね、羨ましい。昨日負けた、一昨日も負けた。負けすぎ。普通の裏口かよ。裏口入学。入学じゃねえ。さーて、イベント進むだろ。ムー、もう一遍だ。構わないが掛け金はあるのかい。1000ゴールドの負けか。どうも臭いぞ。気がしたくなかったらあっち行ってろ。名の知れた乱暴者よ。今は真剣勝負の最中でね。真剣勝負だと？この腐れ野郎、イカ様やりやがったな。あんたもそう興奮すんなよ。負けて悔しいのはわかるけどよ。そうか、わかった。いけー、いたてて。てめえらこいつの仲間だな。お前何を言っているんだ。いい加減にしやがる。水をかけられた。ゼシカ、この単細胞だもん。女一人に二人がかりで格好が悪いんじゃねえのか。やっちまえ。どこも興奮でしょ。人乗ったまま投げやがった。こいつは何やってるんだ。あ、おいおい、さすが荒くれ。ソロでがいつの間にか入ってきていい。あんたら何なんだ。まあいいや、イカ様がバレずに済んだ。一応俺は言っとくかな。やっぱしてたんだ。いいガマだったからついやりすぎちまった。グズグズしてたら見つかっちまうぜ。何か心配でね。大丈夫かい。記念に指輪を。でも指輪もらってくんだ。でこれでまた修道院に行くんだな。兄貴、ここにいたんでぎすが、コテンパにしてやったぜ。場に乗してやったぜ。楽しかったね。他人の喧嘩は面白いね。ありがとう。身長高いと思ったら暖炉に乗ってるだけだ。総理はこの町を遊び場にしててね。イカサマして相手を怒らせたらしいんだ。坊ちゃんって言われて。お掃除大変。クール大人気だな。兄貴、なんでこった無敵の乱暴者。くそったれソウルにデボボコ頭のデブ人命。これ確か並び替えで戦闘をヤンガスにするとヤンガスに変わるんだって。
シカ戦闘にすると、あ、ゼシカで移動ができるけど戦闘って狙われやすいんだったかな。それを考えるとちょっとゼシカ戦闘はきついものがある。いっぱいよ。こう見えてよろず屋だよ。ターバン鎖肩ビラ、鎖肩ビラちょっと欲しいんだよな。武器の店、おう大金槌、もっといいもん持ってるぜ。魔道士の杖、やっぱ錬金はいいね。全然強いよ。お、小さなメダル6ゴールさっき椅子が頭直撃して痛いのなんのって。下でまた作業を起こしたらしい。お前らも酒場来てるくせに何を言っているんだ。サリカタビラ買っとくかな。サリカタビラ、アイテムは残り一つ、真実は残り一つ。みーみー、おう教会か。あそこの修道院の入り口でセーブできたから、ここでセーブはしなくていいだろう。ん？こんだけ町狭くね？あと宿屋だけじゃん。宿屋で寝る前にゴロ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 。調べれるところもないな。高い。おやすみでしたね。いってらっしゃいませ。ふみゅん。お、全部取り尽くしてる。オッケー、オッケー。即ルーラでいいかな。昔はルーラ8も消費したんだけど最近少ないよ。で、これで奥に行けるようになったのかな。
チーンって落とした。びっくりしたわ。石の帽子ができた。で、石の帽子をヤンガスで、この革の帽子とキメラの翼で、なんだお前、ククルは奥だ、通してくれた。クックル、2階に上がってすぐだぜ。じゃあ後回しだな。ちっちゃザビエルだ。牢屋になっている。牢屋だと気になる。誰かいるかな。まあそうだよな、最後の鍵でしか開けられないのは基本だね、ドラクエの。団長は院長にだけは頭が上がらんです。尋問室、拷問室、奥の部屋はご使用中だ。何？誰か尋問してんの？あ、クックルが。ドニの酒場で作業を起こしていたな。この恥さらしめ。アイアンメイデンあるじゃん、奥の方に。名を落とせば気が済むんだ。疫病神だ。誰も不幸にならなかったのに。顔とイカ様だけが取り合いの出来損ない目。半分でもこの私にもお前と同じ血が流れているとか思うとゾッとするぞ。団長の名において飛ぶ間謹慎を言い渡す。あかねえ、話せないな。イベントが進んでしまいそうだ。早く物色しないと。ほら物色。おし、小さなメダル。オディロ様は大層得の高いお方。オディロ様に会わないとダメなのか。なんもねえ、ここ詰め室かな。マルチェロ様のお部屋である。神の戦士エリートなのだ。三人部屋、仕掛ける。非番なんだ、寝かせてくれよ。2階にはいないよ。いつかはメンバーになりたい。俺だって頑張ってるんだ。あ、鍵かかってる。あとはここだけ。
吟遊詩人、お笑いが好き、どうだ、まだ1個ある、何ですか、道化師、何ドルマゲスか、ならんならん、これはマルチェロさんに、マルチェロストーリー、お、イベントが進む、あんたらこんな指輪なんかいらないわよ、まだその手があったか、頼みがある、冗談でしょ、いいから聞いてくれよ、感じないか、まがまがしい気の持ち主が、道化師が入っていたらしい、うん、いいよ、石頭のバカどもが塞いでいる、院長の部屋にある島へ行く方法が、大昔に疲れていた廃墟になった入り口があるんだ、ああまだ3人か、重大な任務、出るなって怒られただけじゃないのか、まあいいや、さあで行きましょう、お金は193か、もし死んだとしても大したことはないか、じゃあ行ってきますかね。